おいら、新月軒のザオ茶ってまだ飲んだことがないぞ。きっとすっごい豪華なんだろうな。お腹の虫が知らせてくれたぞ。早速ガミに会いに行こうぜ。ついていきます。新しい年はいつも新しい。よっ。なんだ、ずいぶん早いな。まだ何も出てきてないぜ。さっき注文したばかりだからな。さ、座ってくれ。うん、お前は座ってくれ。さて、湯飲みをくれるか。おいおい、パイモン、それはそのまま飲んじゃダメだろ。このお茶は茶器をすすぐためのもんなんだ。うえ、そんなルールがあるのか。うわ、うまそうだ。まだ朝ごはんだっていうのに。これが俺らの食文化なのさ。俺もザオ茶を取ったら、だいたいいつも昼飯を食べないんだ。そういうことなら安心だぜ。じゃあオイラも全力でたくさんお腹の中に詰め込んでやるぞ。好きなだけ食べてくれ。足りなかったらもっと頼むからな。お、あと豚水もあるぞ。普段朝は食べないんだけど、せっかく二人がいるから一通り頼んどいた。お前は味はどうだ。もう少し海鮮粥をよそうか。おいらはおかわりだ。たっぷり入れてくれ。エビは多めでな。よろしく。お腹いっぱいになったから、頭もよく回ってきたぞ。聞いてくれ、オイラの推理を。ガミンはオイラたちをこんないい店に招待して、高いものをいっぱいご馳走してくれた。たった3人しかいないのに、大きなテーブルの上がぎゅうぎゅうになるまで頼んでる。つまり、こいつは隠れた大富豪のボッなんだ。そう考えれば説明がつくだろ。こいつが家の人に黙って外でこっそり友達をたくさん作ってることとか。まるで行く秋みたいだな。おい、行く秋のことを知ってんのか。本当に知り合いが多いんだな。荷物を運んでるとよくいろんな噂が聞こえてくるんだ。ま、自分の目と耳で判断する必要があるけどな。嘘か本当かは。で、最終的には自分で確かめに行く。ま、これが一番重要でもある。ほんと、何でもできちゃうんだな、ガミンの坊ちゃんは。そう茶化すなって。それに誤解してるぜ、俺んちの状況を。こんなに理論立てて推理したのに。俺の親父はごく普通の商人だ。茶葉に関する商売をやってる。飛雲商会とは比べ物にならないさ。親父は俺に家業を継がせて、商売でモラを稼げるようになってほしいってずっと思ってんだ。でも俺はそういうタイプじゃないし、そういった道も歩みたくない。お父さんとちゃんと話してないのか。自分の趣味とか好きなこと、あと仕事のこととか。もちろん話したさ。十部劇がやりたいってな。俺の十部劇をテイワットの全ての人に見てほしいって。
でも親父に言わせればそれは仕事なんかじゃなく子供の砂遊びらしい。そんな、多分時間が経てば現実を理解するって親父は思ってるんだけど、俺はずっと重武劇の稽古に打ち込むことだけを考えてきた。ある日親父が俺の人脈を作ろうと他の茶匠のとこに連れて行こうとしたことがある。ただ俺は断ったんだ。それで大喧嘩になってな、あとちょっとで手が出るとこだった。で家出したんだ。頭に血が上ってそれっきり一度も帰ってない。早合点しないでくれよ。俺だって自分が全部正しいとは思っちゃいない。いや、こういうやり方は良くないか。でも親父もすごく頑固でな、俺がいくら真剣に説得しても親父からするとただ調子のいいことを並べてるだけみたいなんだ。考えを変えようとしてくれない。それ以上話しても無駄だと俺は思った。だからまずはリーユエコーで自分を鍛えて結果を見せようと考えたんだ。ガミン、でも現状二人も知ってるように重武劇はリーユエコーであんまり人気がない。前に一軒ずつ店を回って上演しないかって聞いたんだけど、ほとんどがトローに終わったよ。それに夢を語る前に少なくとも飯は食わなきゃだろ。だから表紙の仕事に就いたんだ。今じゃ十分な稼ぎになってる。自分を養えるほどな。変化を求めるには時間が必要だ。ゆっくりと進んでいくしかないのさ。そっか、その気持ちわかるぞ。ま、もうやめにしよう。この話はお茶も冷めちまいそうだ。さて午後は何か面白いことでもしないか。俺が準備するからよ。あ、ごめん、オイラたちこの後予定があるんだ。カーウンの手作りタコ教室に参加するって約束してて。え？あれ、ガミもタコ作りに興味があるのか？いや、カーウンおばちゃんとは知り合いなんだ。なんだか親しみやすさと人情味が出てきたな。仙人だってのは知ってるぜ。前に護送中に会ってな。でも最近この町に越してきて名前を変えたよな。たまに自分の正体をうっかりバラしてるけど、そういえばこないだ俺んとこに来て蛍光染料について聞いてきたな。待った、まさかタコに使うつもりなのか、あの蛍光染料。何かまずいのか。ああ、タコの素材紙に使うのと布に使うのとでは訳が違うんだ。おばちゃんなんで言ってくれなかったんだよ。あいつって時々そういうとこあるもんな。みんなが苦労して作ったタコを台無しにしたらまずい。俺もついてくぜ。配合を調整しないと。よし、じゃあ一緒に行こうぜ。人は多い方が賑やかでいいしな。
ょうどミントオイルを持っている。使ってみるか。これは万民堂の客に勧められたものだ。我も試してみたが、ミントを噛むより眠気に効く。ふん、失礼。待って、神格ネーネ、そこは。見ろ、聞いたぞ。目を覚ました。カウネーネ、大丈夫？お水飲む？何か口に入れて調子を整える？大丈夫です。ただ全身に寒気が。そんなに効果抜群だったか。寒気、寒気、どうしよう。師匠は心静かなればおのずと涼しいって言ってたし、逆にカウネーネの心を弾ませてあげたらいいのかな。その言葉ちょっと使い方が違う気がするぞ。少し良くなってきました。先ほどは寝てしまっていたのでしょうか。いつの間にかお昼寝の時間になっていたのかもしれません。昨夜はあまり寝てないのか。カーンはそうなることが多い。主も万民堂の店員になれば毎日10時ちょうどに退勤できる。そういうわけには。おや、すみません、私が聞き逃してしまっていたのなら失礼なのですが、こちらの方は。俺のことか。俺はガミ、氷局の表紙だ。ガミンさん、その名前には覚えがありますね。総務士の人から聞いたことがあります。仕事の合間でも積極的に皆さんのお手伝いをたくさんされているんですよね。ちょっと照れるな。私はカウ、こちらは神格で、この子がヨーヨです。お、よろしくな。会えて嬉しいぜ。そういえば、みんなカウンおばちゃんのタコ教室に参加するのか。タコの作り方を学ぶんだよな。我はそうだ。タコ作りもタコ揚げもどちらもしたことがないが、師匠が教えてくれるのなら我は学びたい。ヨーヨマ、お友達と一緒にタコ揚げの大会に参加したいんだ。それに自分で作ったタコの方が思い出になるでしょ。お前のお友達は来ないのか。ナナはね、ここ数日白先生と一緒に忙しくしてるみたい。だから最終日に会いに行ってびっくりさせようと思ってるの。あ、そうそう、今日は包帯とお薬を持ってきたんだ。竹串をいじってると指を切りやすいからね。備えあれば憂いなしだよ。お、気が利くんだな。私はその皆さんほど熱心に学びたいわけではありません。もともとは出来合いのタコを買って、解凍祭当日に皆さんと一緒に町の賑やかな雰囲気を楽しもうと思っていました。ただ龍雲神君はいつも私たちのことを気にかけてくれています。自分のことよりも私たちのことを大切にしていて、一番いいものを常に持たせたいと考えてくださっているんです。はあ、ですから龍雲神君の親切心と苦労を無駄にはしたくないと思いまして。ですが目的は違えど、私も全力で取り組むつもりです。みんな偉いな。でこんなに話してるのに当のカウンはどこにいるんだ。まったく、こらえ性がない声でわらわを呼ぶのは誰だ。おいらだ。おて聞いてたのかよ。師匠は途中でチコ魚焼きをたくさん買ってたんだ。みんなで分けて食べよう。まだ温かいよ。ごめんなさい師匠。
船長のお姉さん、お前って一番賢くて一番すごい、誰よりも綺麗な仙人だぞ。オイラの分もあるよな。こうしてみると生徒の人数がそこそこおるな。班分けをしよう。みな各自で相方を見つけてくれ。材料は全部ここにある。普通の染料と蛍光染料には別々の札が貼ってあるから、必要に応じて取るといい。タコ作りの具体的な手順とコツについては先ほど食べながら解説した通りだ。何か質問のあるものは？おいら食べるのに夢中で聞いてなかったぞ。いつも頼りになるぜ。ありがとな、旅人。わらわは木陰で休んでおる。何か困ったことや話したいことがあればいつでも声をかけるとよい。急いで作り始める必要もないし、まずは他の人の状況を見てみようぜ。神お兄ちゃん、一緒に作らない？え、俺も作るのか？染料を調整するだけだとてっきり思ってたが。あれ、タコに興味ないのか？お前らしくないな。いや、そういうわけじゃなくてだな。ただ、簡単には説明できそうにない。ま、俺も作るとするか。そうだな、なら蝶々がいいかもな。そうだ、蒼玉はどんな絵柄がいい？芸術がいい。そっくりに作るのは難しいんじゃないか？挑戦してみたい。だって芸術かわいいんだもん。よし、じゃあそれにすっか。神お兄ちゃん、私が色塗りを担当するね。あ、じゃあ俺が骨組みを作るな。うむ、悪くない。骨組みがしっかりしておる。この模様はもしや山柄か？そう、ついついつい。完成を楽しみにしておるぞ。ヨーヨーはタコを何色で塗るんだ？まだ決めてないんだ。青山柄ならヨーヨーのお友達に似てるけど、金色だとヨーヨーに似てるから。わらわの意見を言うのであれば金色を進める。贈り物なら相手の好みを考えることが大切だ。ヨーヨの友人はヨーヨに似ている山柄のタコを欲するであろう。まだ誰にもナナにあげるって言ってないのに、竜おばちゃんはなんで知ってるの？おばちゃんだから、少しばかり経験が豊富なのだ。うわー、すごい。ありがとう。じゃあ早速髪に色を塗るね。うむ、わらわはそばで見ていよう。お前たち、わらわよりのんびりしておるが、タコはもうできたのか？まだ作り始めて。もうすぐ完成するぞ。作れるようになったら、ユエグエイの絵を描いたのも後で作ってみたいな。リュウおばちゃんがくれたユエグエイ、ヨーヨー大好き。それはよかった。
神格。次からはもう私の角に何かを塗ったりしないでくださいね。すごく敏感なところなので。なるほど、すまなかった。覚えておこう。ええ、もう大丈夫ではありますが。そうか。もう一度触ってもよいか。今度は何もつけない。カウン先輩の角の手触りがかねてから気になっていたのだ。え？私のことは先輩と呼ばなくていいと言ったのに。うん、いいでしょう。そっと触ってくださいね。硬くて温度はあまり感じない。我が以前噛んだ薬剤に似ているな。カンウの体がかすかに震えている。猫がヒゲを触られた時のような反応だ。この辺でやめておこう。よし、では次から額に塗るのはどうだ。今度からなるべく外で昼寝しないようにしますので。まあそろそろタコを作りましょう。後で龍雲神君が進捗を尋ねに来るでしょうし。そうですね、一番伝統的な模様にしましょうか。うむ。カウと神格って仲がいいんだな。邪魔しないでおこうぜ。行こうぜ、オイラたちもタコを作ろう。ツバメ飛びなら曲がった竹串が結構必要になりますね。あ、折れた。まずはどんな形のタコを作るかだよな。おい、なんで急に一人で笑ってんだよ。まあなんとなく予想してたけど、オイラのタコならお前が道に迷わないように、それから途中でうまいもんとか面白いこととかに出会えるように見守ってやれるぞ。でもそれだけじゃちょっと芸術的な加工が足りないような。うん、よし、ここはもっと思いっきり行こうぜ。パイモンダコの意味はズバリ旅人の守護神だ。次はどんな表情にするかだな。タコって空を高く飛ぶもんだから。おいら、別に悪いことをしたせいで空を飛ばされてるわけじゃないぞー、みたいな感じか。タコって空を高く飛ぶもんだから。高すぎるぞ、誰か助けてくれ。おいら気を失いそうだぞー、みたいな感じか。タコって空を高く飛ぶもんだから。わっはっはっは、タコ揚げ大会の優勝はオイラがいただいたぜ、みたいな感じか。タコって空を高く飛ぶもんだから。高すぎるぞ、誰か助けてくれ。おいら気を失いそうだぞー、みたいな感じか。よし、決まりだな。早速作業に取り掛かろうぜ。
のオイラがちゃんと可愛いおかげでパイモンダコも悪くないな。あとは糸を結びつけるだけか。みんなこちらに集まってくれ。お、カーンが呼んでるぞ。さあ、わらわに見せてみるといい。カウネーネと神格ネーネのタコはツバメ飛びなんだね。すっごく綺麗。うん、色も師匠の色と似てる。尾の部分を閉じればそっくりだな。あれ、よく見ると羽の色がはみ出てるところがあるぞ。もしかしてカウが色を塗るときにうっかり寝ちゃったのか。そこは我が塗った。じっと髪を見つめながら思案していたが、師匠の他には鳥の色が思い浮かばなかった。鶴の姿の師匠と過ごした時間が長かったからだろうか。人間の姿を前にしても青と白の混じった色合いのみが思い浮かんでしまう。おお、そう言われるとオイラまでそのイメージが目に浮かんでくるぞ。そうであろう。それでいっそのこと目を閉じて記憶に導かれるままに筆を動かした。マジかよ、目を閉じてても絵が描けるなんて。これぞ仙人の弟子ってやつか。わらわを思う神格の気持ち嬉しく思うぞ。ガミンさんと双玉の芸獣のタコはとても凛々しいですね。空を飛ぶ姿はきっと迫力満点だと思います。目と耳が光るんだ。夜になれば光ってるのが見えるはずだよ。ヨーヨの金山柄もすごく可愛い。パン、龍雲おばちゃんの大季節物のおかげだよ。旅人のタコは？じゃじゃーん、これだ。こりゃ笑っちまうな。そんな風に笑われてもおいらちっとも嬉しくないぞ。タコが空に上がってる時だけじゃなく、糸が切れて落っこちてる時にもこの表情はぴったりだな。なかなか才能あるじゃんかお前。あれは軍玉閣でしょうか。ん？よくもわらわの縄張りで許可もなく堂々とタコを。なかなかの度胸だ。しかも、なんという粗悪なからくり。これほどの肝っ玉の持ち主、わらわが出迎えてやらねばな。お前たちは糸を結びつける作業を続けていろ。わらわはすぐ戻ってくる。シンくん、旅人さんにパイモンさん、龍雲神君について言っていただけませんか。師匠大丈夫かな。いえ、そうではなく、タコの持ち主が心配なのです。前方に雰囲気があるぞ。風に乗っていこうぜ。タコの持ち主が無事だといいのですが。タコの糸か。師匠のことよろしくね。師匠はきっと手加減するはずだ。心配しなくていい。行ってらっしゃい。道中気をつけてね。
ふむ、フォンテーヌのからくり装置は実に奥が深い。感心しておる場合ではなかろう。どうするのだ。少し気をそらした間にタコが見えなくなったぞ。そう慌てる必要はない。最後にタコを目で追ったとき、どこへ向かったか覚えておるか。奥蔵さんの方に飛んでいったはずだが。はあ、まさかとは思うが、なんとなく嫌な予感が。考えすぎだ。今頃龍雲は町で弟子の世話をしておるか、道府にこもって研究に没頭しておるはず。タコに気づくわけがない。しかし風がなくとも飛ぶ仕組みは実に興味をそそられる。からくりの観点で言えば、龍雲の仕掛けの術にも引けを取らないのではないか。気をつけろ。万が一龍雲の耳に入れば、借りているからくり調理神器を即刻回収される。お尋ねしますが、このタコはお二方のものでしょうか。だから言ったであろう。どうするんだ。我を見るな。タコは二人の合意のもと一緒にあげたものではないか。ニースイ、黙ってないで何か気の利いたことを言え。我が言っても火に油を注ぐだけだ。黙ってこの場を離れるのが得策であろう。さっさと行くぞ。一時的にしのげても長くごまかすことはできぬだろう。そもそも我々の正体が見破られているのではないか。あの、タコを受け取ってこい。無理だ、お前が受け取れ。それは我々のタコではありません。そうですか、仙人の勘が外れましたね。ああ、なんと仙人様でいらっしゃいましたか。これは失礼いたしました。仙人様のおわすところでタコをあげるとは、一体誰がそんなことを。失礼にも程があります。その通りです。我々はたまたま景色を眺めていただけで、そう、ミントの鑑賞をしていたんです。他に何もないようでしたら、これで失礼させて。やっと追いついたぜ。船長になったカウンってどんだけ飛ぶのが早いんだよ。あれ、昨月とリスイじゃんかよ。こんなところで何やってんだ。なお、なんか変な空気だな。おいら、何か間違ったことでも言ったか。構わぬ。二人の正体はとっくに分かっておった。ただどこまで演技を続けるつもりか見ていたかっただけだ。ということは怒っていないのだな。二人の老友が楽しいひとときを過ごしているというのに、わらわが怒るわけないであろう。属性のものが新鮮に映るのも理解できる。はあ、祭りの雰囲気に浮かれてしまってな。せっかくだからと近頃の流行り物に触れてみようと思ったのだ。しかし我々は龍雲のように仕掛けの術に明るいわけではない。故に良いタコを作るのも至難の業で、手っ取り早い方法を探すしかなかった。龍雲の仕掛けの術といえば、上では風と雲を操り、下では波をも呼び寄せる。この世で危険を許さぬその妙技を我々はよく知っておるぞ。客人を待たせておるゆえ先に失礼するぞ。二人ともまた後日会おう。旅人パイモン、しっかりついてこい。また飛ぶのかよ。行ったり来たりで息をつく暇もなかったぞ。ふう、肝を冷やしたな。ところでタコ揚げはどうする。もうやめるか。やめることもなかろう。場所を変えればいい。ならば
お前のところであげるのはどうだ。かなり広いだろう。うん、それは良案だ。戻ってきた。もうヘトヘトだぞ。あれ、なんで二人しかいないんだ。あなたたちが離れた後、ヨーヨと総玉はタコをあげに行ったのですが、しばらく遊んだら眠くなったようです。それでガミンさんが彼女たちを家まで送ると申し出てくださいまして。だが、彼が先ほど言っていた言葉の意味を我はあまり理解できなかった。お？ガミンは何て言ったんだ。タコがどんだけ高く遠くへ飛んだって、所詮は糸に操られてる。本当の意味で自由に飛んでるわけじゃないんだと言っていた。この言葉を口にした時の彼は寂しそうな顔だった。確かに、ガミンさんはタコに対して少し変わった思いを抱いているような気がします。自分自身を重ねる。もし我がタコだとすれば、我にとって糸はとても大切な存在だ。それは大切な人との絆を意味する。それから、深刻？そのつながりはとても細く、遠く離れたものではあるが、もし糸がなければ、我は帰るべき場所を失ってしまうだろう。主の言うように、ガミンがタコに自分自身を重ねているのだとしたら、なおさら理解に苦しむ。人それぞれ立場や経歴、考え方は異なりますからね。これもよくあることです。辛いものを好む人もいれば、辛いものには一切口をつけられない人がいるのと同じようにか。ええ、だからこそお互いを理解し合い、寛大な心で接し合うのが大事なんです。何の話だ。寛大な心がどうのこうのと聞こえたが、話に入り損ねたようだ。ただの雑談だぞ。カオンって本当情報も聞き逃さないんだな。あ、そりゃどこ行ってたんだ。ふん、少しばかり料理の腕を振るっていた。もう日が暮れる。休養がなければ残って食事をとっていくといい。リュウンシン君の手料理をいただくのは久々ですね。うん、心配無用だ。肉も野菜も揃っておる。お前たちの食の好みをわらわが知らぬわけなかろう。ダメダメ、ザオ茶とチコ魚焼きはとっくに消化したからな。神格、カウン、ついてきてくれ。なんでこそこそするんだよ。あ、まさか二人にはスペシャルメニューがあるとかじゃないよな。料理を運ぶならおいらたちも手伝うぞ。次の仕事は？Mm-hmm.
足に風が当たって寒いですし、なんだか恥ずかしいです。髪飾りはちゃんと止められたでしょうか。出る前に龍雲神君にもう一度見てもらえばよかった。どうだ。え、そんな堂々と聞くなんて。顔もすっごく綺麗だぞ。なんていうか端正で上品でお前たちにぴったしだな。当然だ。リーユエで最も腕利きの裁縫師に頼んだからな。神格とカウンは最近何色を好んでおる。最近の好きな色？どうして急に色のことを。我は黒が好きだ。ふむ、わらわが手塩にかけて育てた弟子だけあって、わらわの感性を受け継いでおるな。汚れが目立たない黒の良さを最近身をもって知った。カーンはどうだ。私は黒と青どちらも好きです。その素材着心地も悪くないだろう。はい、タコだけでなくこんなに貴重な怪盗祭の贈り物までいただけるなんて、お心遣いありがとうございます。師匠に感謝する。お前たちが気に入ったのなら何よりだ。普段からそれを着るといい。カーンは料理の腕をまた一段と上げたな。特にこの黄金カニだけど、衣はサクサクで身には甘みがギュッと詰まってたぞ。たらふく食ったぜ。ガミンがいなくてよかったぞ。もしあいつがいたらきっとオイラと箸で戦うことになってたからな。ガミンにはタコのことで来てもらった上に、午後は総局の面倒まで見てもらった。せめて夕餉を馳走したかったのだが、仕方がない。今度檻を見てあやつに礼を言うとしよう。龍雲神君に認められる人物なんてそういませんよね。わらわの基準は高いからな。ガミンは将来有望な人材だ。わらわはその際に可能性を見出しておる。彼は自分を縛りつける意図から解放されたいようだった。意図？それはまた何の比喩だ。万民堂で働き始めてから新しい言葉をいろいろと身につけたようだな。わらわがついていけぬとは。どこから説明したら。あ、カンはガミンがお父さんとの関係で悩んでるってことは知ってるか。家族とあまり仲が良くないことは耳にしておる。実はあいつ家出してから一度も帰ってないんだ。何？そのようなことがあったのか。事の始終を詳しく聞かせてみよう。話していいのかな。あいつに怒られないといいけど。そのようなことが。これは放ってはおけぬ。怪盗祭は目の前だぞ。変化を求めるのにゆっくり進んでいく暇などあるものか。そういえば先日裁縫師を探していた時、深淵大将ミヌのことを思い出した。あやつは裁縫の天賦に恵まれておってな。生地の選定や色の組み合わせ方、服を着る者の気品を際立たせる飾りの付け方に至るまで深い造形があった。仙人の集まりの場で抜難は我々女人にこっそり不満を漏らしたことがある。ミヌが仕立ててくれた服は華やかな見た目とは裏腹に、丈が長すぎて戦う時に動きにくくて困るとな。それでわらわはさりげなく
ミヌの考えを探ってみたのだ。すると裾がなびく姿こそ仙人の気品を感じさせる霊視だというのがあやつの持論だった。衣装や装飾品に対するミヌのこだわりは帝君さえお手上げなほどであった。その後話が脱線したな。詰まるところわらわが言いたかったのは、怪盗祭は団らんを祝う祭りだということだ。まだ手を打つ時間はある。問題があれば解決するまで悔いを残さぬようにな。諸行無常、苦難や不測の出来事は招かれざる客人のごとく無常に訪れるもの。まだ若いうちは可能なら避けて通った方がよかろう。言ってることはわかるけど。龍雲神君、何か案はあるのでしょうか。ふむ、戦術を使うか、いな、仕掛けの術。こたびの状況では出番がなさそうだな。我に何かできることはあるか。そうか、皆の力に頼るのも悪くない。妙案を思いついたぞ。まずはこのようにして。して皆はどう思う。おお、いいと思うぜ。絶対成功させような。わらわの計画が成功しないわけなかろう。ではおのおの準備を済ませ、2日後に合流するとしよう。それまでゆっくり休息を取るといい。